マコナコです。ファイナルファンタジー16、これの体験版が出たので早速やっていきたいと思います。製品版に引き継ぐそうですので、また購入後はその続きやっていきます。それでは早速やっていきましょう。歴史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大地バリスゼア、大地に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかしいつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅は今なお続いているのだ。でここで行動可能になる三角ボタンで、この魔法攻撃的なもの、今自分が操ってるのはフェニックス、多分敵はイフリートだと思うけど、で回避とかもできるんで、まあ、敵が何かやってきたら回避するんでしょう。で一応1時間ほどやって2回目のプレイになってるんで、その点ご了承。今食らったね食らっても多分問題ないと思うけど、まあ、フェニックスとイフリートが戦ってるみたいな感じ。ちょっと録画ミスがあったので初見みたいな感じではなってないけど、まあ、その点はご了承ください。もう一回かわしたか、かわしてるか今回は。ちょっと序盤とか分かりにくかったので、まああえて2回やるのも良いのかも。もうすぐ夜明けだ。そろそろ両軍が動くぞ。俺たちの任務はドミナントの暗殺。標的を間違えるなよ。女だろ戦場で間違えるか。それより本当に現れるんだろうな。いずれにせよ俺たちに拒否権はない。これがある限り疑問を持つな。そろそろ出るぞ。抜かるなよ、ワイバーン。お前はこの任務の肝だ。分かってる。
こっちだ、ついてこい。というわけでここから操作が可能になる、まあ、カメラ移動とか、あとは普通に歩く、走るのは後でできるようになるので、そしてメインメニューの説明などが。この戦場は荒れるぞ、くれぐれも気をつけろ。多分このティアマットっていう人の、ね、名前をちょっと覚えておいた方がいいのかなっていう。おい急ぐぞ。あと主人公はアイバーンって名前だけど多分違うんじゃないかなっていうね、まあ、そのあたりが後々分かってくるんで、この1時間ぐらいで始まりやがった。牙が出るまでダルミキア軍が持てばいいがな。なんだよ。門へ行け、急げ、早く。援軍を出せぬとはどういうことだ。話が違う。何のための同盟か。慎まぬか。陛下のウォルドーの御前だぞ。これが我らの結論です。何を焦っておいでか。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も帰国だけで見事に奴らを防いでみせた。違いますか。それに帰国のドミナントが控えておられるのです。我々の介入はかえって足手まといでは。患者の知らせでは奴らも召喚獣を手に入れたという。あの時とは状況が違いましょう。援軍は不要だ。何の勝算があって。今さら兵隊を借りたところで、悠長に到着を待つ気か。ここが落ちればあの蛮族どもを前に首都ランデラは丸裸なんだぜ。俺が出るしかあるまいよ。クプカギョ、せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。格の違いってやつを。
フーガ。ベネディクタ。気をつけてね。雑兵など召喚獣の前ではチリアクタ。俺の力を疑ってるのか？いいえ、全然。あなたを信じてるわ。愛してるもの。召喚獣芝だろうが、すぐに片付ける。いいか、戻ったら覚悟しておけよ。乱戦になったな。いい頃合いだ。俺たちも行くぞ。ということで行きましょうか。ジャンプできるようになっている。またここも飛び上がることが可能。とはいえジャンプ押さなくても勝手に今上がったような状況で、戦ってるシーンとか特に見えない。向こう側海見えるね。さて、あ、この人物が一体何なのかがちょっとね分かりにくいんでね。どうする？行くしかない。先に行け。待て。何か様子が。早々に召喚獣を出してきたな。鉄王国の芝だ。本当に嫌がった。行くぞ。するな、ワイバン。急げ。危ねえ。貴様、こっちか。うん、こっち側。うん、またお別れ別れに。好き勝手やりやがって。奥戦ってるの見えんね。
なんかずっと見ていたような気にもなるけどね。クソ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 、行きましょうか。見ててもキリがない。というかいなくなったね。さてこちら側。ここさえ越えりゃ。うん、この上登って。任務はまだ終わってないんだぞ。また兄さん、クライム兄さん。もうおしまいで。ナイトの称号を返上しても構わんというわけだ。ナイトがこの体たらくでは守られる側も気が気でないのでは。心配なんてあるもんか。兄さんは絶対に負けないよ。でしょ。クライム、次こそ一本取れるわ。頑張って。では本番。五千円に応えてみせられよ。というわけでここからチュートリアルが始まるんだけど、やってきましょうか。では改めて打ち込みから立ち筋を見せてごらんなさい。で多分だけど今動かすこの手前側のキャラクター、これがさっきの Y 版かなと。で今奥にいるのがティアマットという名前だったキャラクターなのかなと。さすがです。お見事。その立ち筋なら戦でも引けを取りません。しかし魔法能ではどうですかな。フェニックスから授かった火の魔法、とくと見せていただきましょう。さあ火の魔法を見せてごらんなさい。さてこれは三角ボタンで使うというもの。よし続けて。またガードされても成功にならないんで、あのんびりとボタンを押しとけばなんとかなる。見事です。もはや魔法の訓練など必要ありませんな。世辞は必要ない。では次は私から参りますよ。攻めは確かだが果たして守りはどうか。今度は気を失わぬようしっかりと私の剣をかわされよう。私の太刀をかわせますかな。これは R1 で回避が可能となる。
離れていてもこれ成功になるんでね。無駄がなくていい動きだ。なので、まあ、離れてやっても大丈夫だし、もちろんすぐそばでやってもいいしで。いいでしょう。クライブ様、くれぐれもお忘れなきよう。熟達した身のこなしはそれだけで大きな武器となります。そしてあなたには可能なはずだ。常人を超える身のこなしが。ナイトの称号を持つあなたはフェニックスの祝福を授かっている。その力で私に追いついてごらんなさい。さあ追いつけますかな。さて召喚獣のフィート、何かしら技が使えるとなってる。丸ボタンで丸やった後に攻撃ボタンで攻撃が可能。うん、かわされてる。いや大丈夫か。さすがですね。ですがいくら類いまれな力を持っていても戦場を無傷で切り抜けるのは困難。わずかな傷が命取りに。その力を十分に発揮するためにも、特に自身の体力は常に把握しておきなさい。さてクライブ様、そろそろ体力が減ってきた頃ではありませんか。うん、アイテムを使う、十字キーで使えるようになるそうなんで。左下、左上が HP ゲージ、回復が可能。よろしい。戦は人たちが勝敗を分かつもの。剣術、魔法、身のこなし、祝福の力、その人たちを確たるものにするため自身の力量を正確に破測するのです。常に万全の体制で臨むことを忘れてはなりません。さあ肩慣らしはここまで。最後は実戦です。バケツの水で冷えた体もそろそろ温まった頃でしょ。望むところだ。ようやく私もお相手ができる。ではナイトの称号にふさわしき力量を証明してみなさい。ああやってやるとも。さあクライブ様、上がってきなさい。ということで実戦将軍を倒せになっている。うん、 HP の下に意志力を示すウィルゲージというものがある。兄さん絶対に勝てるよ。あなたならきっと大丈夫。落ち着いて。さておお実戦の勘もなかなか。その調子だよ。うん、食らってる。今半分ぐらいまでそのウィルゲージというものを減らしてるんで。うん、うん、半分ぐらい食らってるけど今テイクダウンで、これでエルと、うん、ちょっと待って、うん、ボタン、あ、ボタン R2 か。なるほど、これはどうやら本気でやらねばこちらが危うい。 R2 となんか攻撃で強い攻撃ができるらしいんだけど。うん、うん、テイクダウン。だから最終時間かかってるね。倒し終わったというような戦い。今回アクションモード的なものでやってるんで、他のモードも簡単なモードもあるそうなんで、一応今回はアクションモードでやってます。やったほら見て、勝ったでしょ。ええ、やられましたな。だがようやく一本だ。父君の剣によく似ている名ばかりのナイトだなどともうからかえませんね。頼もしくなられた。何をしている。持ち場に戻れ。
ジョシュア、疲れただけだ。こんなことにフェニックスの力を使うんじゃない。ナイトを癒すのも僕の務めだよ。これくらいどほら見ろ、今朝も咳込んでたな。外に出ていいのか。大丈夫だよ、安心して。無理をするな。殿下がお戻りになられました。父上だ。大公妃、いけません。このようなところへいらっしゃるなど。可愛い息子を迎えに行くのです。何の触りがありましょう。皆の者、我がロザリアへの揺るぎない忠誠に感謝します。ありがたきお言葉、我が身に変えても。ジョシュア、また部屋を抜け出していけない子ね。ごめんなさい。ご機嫌うるわしゅう、母上。さあジョシュア、殿下をお迎えに上がりましょう。将軍。あ、まるで血がつながってないような扱いだ。はあ、実の息子なのにフェニックスが宿らなかっただけで。行こうか。表を上げよう。お帰りなさい父上。ありがとうジョシュア。大事はなかったか。ええ、もちろん大丈夫です。今日は兄さんの稽古をずっと見ておりました。そうか。トルガル、静かに。これやめろ。トルガル、そいつは大物になるな。父上、楽にされよ。ご厚情痛み入ります。ご無事のお戻り、何よりでございました父上。近いうちに戦になる、覚悟しておけ。そこまで切迫しているんですか。後で謁見の間に話がある。はい父殿下。敗散。ダメよ、どこ行くの。私たちも行きましょう、クライブ。そうだな、
ということで、迫る黄昏。今いた犬、オフィシャルサイトだと大きい姿のがあったので、多分そうした時系列的なものがあるんでしょう。戦になるの？おそらくな。話を聞いてみないと。迷った時にエルスティックを仕込むと、そっち側にカメラが向かう。なので、多分まあ、すごい時系列、何年かわかんないけど、この年取った姿がワイバーンとティアマットっていう最初のオープニングにね出てきたキャラクターかなっていうね。仕事にかかってくれ。アイテム入手。アナベラ様はお厳しい。こちら側は。気をつけろよ。ああ、これはクライブ様、お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ、早くお辞儀しないか。余計なことをしたようだな。いえいえ、滅相もございません。あなた様からお言葉を賜るなど、奴隷の身にあまりある光栄。この国以外では声どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと大陸一の家宝者でございましょう。二人とも顔を。おい、こら、そう強く当たるんじゃない。はは、クライブ様の仰せのままに。これからも国のために励んでくれ。いいな、体も痛いよ。それでは失礼いたします。ああ、わかった。さあほら、仕事に戻るぞ。ということで、今そのベアラーと呼ばれる奴隷っていう表現でしたけど、まあ、その人の顔に合ったものをペイントみたいなもの、それと同じのがね、オープニングのあのキャラクター4人にもあったからね、多分後々このキャラクターが何かしら身分を落とすようなことがあるんでしょうということで。夕下の支度をしてるわね。トルガル、腹でも減ったのか。なんだろう、料理とかあるのかな今回。あんまり見てると腹減るけど、うまそうなおにぎりないかなとかちょっと思ったけど、今ね。おにぎりはなさそう。眩しいね。こっちは静かね。ジョシュア。前にジョシュアがいる。兄さん。戦が不安か？フェニックスの力でみんなを守らなくちゃ。でも僕は。大丈夫だ、父上が導いてくださる。それに俺がお前を守るさ。そうだね、ありがとう兄さん。さて、こっち側母親。あの子の身は何よりも案じられるべきよ。他のことなど捨ておけばいい。うん、高飛車だね。さて、大きい扉を開く際にはこの後に R2 を押さないとダメ。もう一回。頑張って。
お召しにより参上いたしました。何なりと。ここにアナベラはおらん。楽にしろ。それで北部に変わりは、見渡す限り黒一色だ。数度の月が沈む間に北部の多くが黒の一帯に飲まれた。あれは遅かれ早かれ直轄領に及ぶ。そんな。この首都ロザリスはすでに北部からの移民であふれている。南部のポートイゾルデに回すにしてもじきに限界を迎えるだろう。すべてが起こってからでは遅いのだ。早急に動かねば。鉄王国と戦を。もはや小競り合いでは済まないでしょう。雌雄を決する時です。こたびこそドレイク・ブレスを奪還する。かのマザークリスタルの加護なしに我が国を守ることはできぬ。マザークリスタルをめぐってまた戦が始まる。明日フェニックスゲートに出向く。しきたり通り戦ごとの典型を仰がねばならん。ジョシュアのナイトとして私も。その前にやってもらいたいことがある。ロドニー、ここ最近領内で北の蛮族が相次いで目撃されているのをご存知か。スティルウィンド湿地にゴブリン族がいるという噂なら。よろしい。それでは腕利きを2人預けます。明日クライブ様にはスティルウィンドへ向かい、その調査を行っていただきたい。完了次第フェニックスゲートで合流を。手柄を立ててアナベラを黙らせておけ。承知いたしました殿下。話は以上だ。今日のところは早めに休め。はい、失礼します。ということで、アクティブタイムロア、何かしら情報。今の場面、これ、まあ、これ長押し真ん中のところ押すんだけど、プレイステ5。ここら辺の表示が英語表記だったんでね。言語ごとに分かれてなく、英語優先でやってるのが伺えるっていう。ここら辺は、分からなくなったら読めばいいでしょ。で、向こう側。何かその喋ってる最中の口の動きがなんか日本語のような時もあるんだけど、なんか別の言語のようなね口の動きしてる時もあるんで、ちょっとそこら辺がね違和感あるんでね、どっちが正しいのか分かんないけど、日本語喋ってるようにね見えなくもないけど。さて、こんな感じの場所。あー、この辺りか。到着。どのくらいかかるのです？長くはない。 4,5 日といったところだ。ジョシュアも同行を？お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで典型を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたるジョシュアのみ。だから何です？あの子は体が弱く、
そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上、太鼓を通みだ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン、心配するな。クライブがついている。あいつも一発の兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だとでも？わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地に、恥じぬ地位に。類まれなる尊き血を冒涜しなかったわ。受け継いだ血が一体何になる。そんなもので国を、民を守ることなどできるものか。明日は早い。もう休むぞ。明日は功を立てなければ。願い事？ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。さあ。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ、それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。
すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。行ってらっしゃい。これよりフェニックスゲートに出発する。皆にクリスタルの加護があらんことを。我ら炎の神不死の羽とならん。殿下ご出立、開門。クライブ様、任務の間この子をお預かりしますね。頼む。俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。蹴散らしてやります。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。はい、任せてください。尽力します。では行こう。クリスタルの加護があらんこと。ということで、ここからなんか普通に動かせそうなね、気配もほぼほぼ今回ムービー見てるだけでしたけど、これ一応移動して長押しで移動が可能。ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。ということで、またメッセージが出てきて、そしてアクセサリー、それを装備しましょうになっている。うん、ここから動かせそうな気配で、ステータス確認が可能内容。これ、まあ、主人公のみなのかな、それとも今後他のキャラクター出てくるかどうかわからないけど、自分扱えるのが主人公のみのね、可能性もあるんで、オートスローとオートドッジ、これ回避で、違うな、これ2とか3とか3つつけられるんで、オートスローはゆっくりになるだけだと思うので、まあ、この状態でいいでしょ。で、他は今のところは追加で何かできるものはない。で、アビリティ。ここは結構様々なアビリティがあるんだけど、で、すでにこの色がついてるのはもう覚え終わってる。今、ポイント左上50ポイント。何かしら覚えていくことになると思うんだけど、どれがいいかとかね、まだわからないんで、ちょっとここら辺は様子見で、まず戦ってみて、足らないところを埋めていくか、もしくは何か強化するか。で、システム、セーブとかロードが可能になる。他ワールドマップはさっき見た画面、これで移動が可能。あとはジャーナルは情報でしょ、まあ、クエストとかストーリーの詳細がわかる。こういったような内容アイテムもここで変更とかができるとなってます。では今回はこれで終えて、また次回続きやっていきたいと思います。次回再生リストから続きご覧ください。他にも
FF14 除いた全ての FF シリーズゲーム実況やってますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。ではでは。